こんにちは。2月13日水曜日午後の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの高畑がお送りします。平日のこの時間は相場の動きを読み解く上で材料となるトピックについて解説していきたいと思います。今日は今夜欧米市場での注目材料である BOE イギリス中央銀行のインフレ報告とアメリカの1月小売売上高について解説します。まずは BOE インフレ報告からです。2008年のイギリスの GDP は減速することが予想されています。2009年以降は少し回復することが期待されていますが、2007年ほどは高くはないでしょう。 CPI については原油価格や輸入価格の上昇で多少ターゲットを変える時期も想定されていますが、概して 2% のターゲット近辺で推移するでしょう。これらを総合すると景気下振れリスクの方が高いことが示されます。それを考慮して今夜の BOE インフレ報告の内容を考えると 0.25% 程度の金利引き下げの必要性が示唆されるかもしれません。続いてアメリカの小売売上高について解説します。アメリカの経済情報サイトアクションエコノミックスによると、今回の予想は前月比ほぼ横ばいです。自動車部門を除いた数字はプラス 0.3% となっています。12月はマイナスでドル売りとなり、今回も一部ではマイナスを予想する向きもあります。ただ販売不振の自動車部門を除けば底堅い動きとなる可能性もあります。なので今夜の結果に注目しておきましょう。最近の市場参加者はドル買い材料に反応しやすいです。なのでプラスの結果となった時にドルが反発して買われるかどうか見ておきたいと思います。以上午後の FX フラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃よりお送りします。